ガ毛貞秀は、室町時代後期から、戦国時代にかけての武将、歌人。ガ毛氏13代当主、ガ毛秀綱の実弟で、和田氏を継いでいた、和田正秀の子として誕生。男児のなかった叔父秀綱の娘をめとって、ガ毛氏の家督を相続して14代当主となると、同時に、ガ毛貞秀と名乗る。王人の乱においては、当軍方であり、 義兄弟の小倉サネズミなどと行動を共にした。また、応仁文明年間に、音羽城を築城し、城主となった。大見国南部の有力国人として、室町幕府と結びついており、遠徳三年における、第二次、六角高より伐の際に十大将軍、足利義材から、加茂三在所職名殿以下の所領の安堵を受けた。しかし、 明王の政変で、義罪が失脚すると十一大将軍、足利義澄と、六角高頼との間で和議がなり、次第に高頼は、南大江で勢力を盛り返した。明王を四年に、高頼が、大海守護に返り咲くと、我モ氏も南大江の勢力として、実質的に、六角氏の組下に属すことになる。同年に貞秀は五十二歳で出家。長男。 秀行に家督を譲り、地官と合する。また、次男、高里を高頼に出資させ、三男、修順は、おとわせを名乗り細川氏へと仕えさせた。時期は不明であるが、貞秀は東、傍城家の分家である西、傍城秋長の娘、こと子を皇室に迎えている。彼女は、文章元年に十二歳で、御土帝天皇の内子に召されて、 新内氏と呼ばれていたが、文明4年に、御花園院に仕えていた宗家の東坊城駅長の、娘である、左江門の特局が内氏として代理に復帰すると、どちらを上位とするかで争いとなり、その争いに敗れた、原氏は宮中を去って、貞秀に嫁いだ。明王9年、ご土御門天皇が崩御した際に出家して智もと、 名乗っていた秋永が大海から上落して、宗家の当主である東某城阿町の配慮で特に、神帝である、五ヶ島原天皇への配列が許されたとあり、秋永も、貞秀を頼って下校したと推定される。また、永正十年、賀茂貞秀から妻で高倉京入道県庁の、娘である、菅内氏の一周期に際して、北家行にちなんだ和歌を読んでほしいという依頼を受けた。 三条西サネが和歌を送ったことがサネの歌日記である最小章に記されており、彼女が英章9年に没したことが判明する。明王6年には、美濃国で起きた先の船田合戦で、高頼が石丸と光を支援した報復を受け、貞秀らデラガモは、六角方として、斎藤太鼓、京極高清らと交戦している。 文紀2年に起こった高頼と、伊庭貞隆との間の構想でも、高頼を支持。当初は、高頼側が優勢だったものの伊庭氏が、細川政元が派遣した、赤沢友純の支援を得て、反撃に出ると、逆に、高頼側は、ま淵城、青地城、長原城らを、次々と疾患支給地に立たされる。すると高頼は、観音寺城を捨て、貞秀の居城である。 音羽城に入城し、音羽城は、伊庭定高と、赤沢友常に包囲、攻撃されたが持ちこたえ、高頼が檻を見て正元との講和を締結させると、伊庭方も戦いを継続できず、兵を退いた。六角市に属した働きが多くなった賀茂受けであるが、幕府奉公衆のような働きもしていたようで、永正七年には復権した十大将軍、足利義種の要請を受けて、 先の将軍である、足利義澄をかくまった、久の信孝の守る水口岡山城攻めに、幕府軍として参加している。ガ毛氏の名跡を継いでいた、長男、秀行は、永正十年に、貞秀に先立って亡くなっており、次男、高里が、ガ毛家の家督を強く望んだが、貞秀は、秀行の子で、自身の着尊である秀でを後継に据えた。しかしながら、 後年になって、遺婚となり、秀樹と高里の間で家徳争いが生じている。永正11年、死去、去年71、ありがとうございます。